それでは、おはようございます。おはようございます。これから大峰さん修行行ってまいりたいと思います。はい、ここからは女人結界となっております。ここからは女人結界、女性の方は入れないそうなんですけれども、女の人から生まれて女の人の世話になって女の人にずっと面倒を見てもらってきているので、ここからは男だけで修行するという意味で女人結界になっているそうでございます。そうですね、まあ、諸説ございますけれどもね、ママの世話になんないようにここで修行をしていきたいと思います。はい。ヤスのホラーガイちょっと見して。ロッコン少女、ロッコン少女、懺悔懺悔、懺悔懺悔。はい、今登り始めて10分ちょっとですけれども、この遍路行者身辺大菩薩尊像が平成28年1月より行方不明となっております、持ってっちゃうんですかね。あら、ぜひとも返していただきたいなと思います。そこがね、何気に怖いんですよ。日の出組橋、わかへえ。おお、日の出組橋のか分かんないけどね。そうね。意外に何気にこれも怖いね。はい、一本松茶屋です。ここまでたどり着きましたね。ヤスは全然体力あんな。朝帰ってないじゃないですか。ね。お助けの水。あ、ここがお助けの水。お助けの水。ありがたや。ここもね。はい。大菩薩様の石像が持ち出されてます。あら、誰かしらが守っていってしまったんではないですかね。非常に残念ですね。お助けの水いただきましょう。元気ですか。え？おいしいだろ、見た。どうぞ。置いてくな。俺を置いてくな。はい、六根少女。六根少女。懺悔懺悔。懺悔懺
け。はい、六根少女。六根少女。懺悔懺悔。懺悔懺悔。あいちゃん、中見えてきたよ。天皇陛下の参拝の記念じゃないかな。おなるほど。お不動産だったかな。なるほど。本堂まで2キロ。まだ2キロ。ここが泥つじ茶屋。ほっ。どこだった？もうちょい？ああ。なるとどんどんうるせえな。はい。ここがダラニスケ茶屋。ダラスケ。ダラニスケ茶屋。ダラニスケ茶屋。ここからはもうほぼ岩場です。階段です。この階段きついんだよね。もう少し、もう少しじゃないか。あ、これ油こぼし。じゃあ油こぼしいっぱいります。よし、気をつけてね。はい、身軽ですね。はい、そうでございます。はい、油かわしは無事に。この階段が嫌だ。はい、はい。最後まで消え抜かずにね。はい、最後までね。よいしょ。はい、はい、こちらが金掛け岩です。いけません。今日はね、ロープ張ってるんで、ちゃんと行者の方がいないと登れないそうです。迂回にします。いや、金掛け岩を迂回中です。いや、この岩を削って階段状になっております。すごいな。ほう、
上石。絶対に踏んだらいかんと。この岩。踏んだりつついたりしたらいけないよっていう。見えてまいりました。ここが、下界と天上界を栄える頭角門に。頭角門。だからここから先は天上界と。なるほど。ということで。六根症状。これから裏行場を案内してもらいます。滑りやすいんで十分気をつけて、と前の人と一人分ぐらいちょっと間開けて壊れた方がいいで、足の運びよく見てもらって、説明をよく聞いてついてきてください。はい、じゃあ参ります。はい、どうぞ。はい、で持ってだ、どうぞ。左しっかり出して、そうです。で、こうまたぐよ。生まれ変わるためにもう一回お母さんの子宮へ参ります。で、こうまっすぐ入ると失礼なので、こっちから来ました。で、またいで入らせていただきます。適当にまたいで、こう、ま、そうそう、ぶっからないでまたいで、そう、まあ、柔軟です、柔軟。これ押し分けて入ります。押し分けて、またいで。足元、板がかなり滑りやすいんで、こういうこは大変。はい、この辺まで来て、あちらの方。結構石灰岩なんで、まあ、乾いてても滑りますので、ね、同じとこに行かないと。はい、両足で登ってるそこに、そう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 、で、この両側の岩、両部岩で、この右手の岩ですね、これは衣掛け岩って言います。だから絶対着物の形に見立ててるんですね。で、着物を着ます。で、この右の横の岩、これは袈裟掛け岩です。これ模様を袈裟に見立てて、で袈裟を身につけます。
で、私の横の、岩、これ追いかけ岩って言って竹冠の追いぶって書いて追い、しょいこですね。で、これは何かというと棺桶です。自分の生まれ変わる前の古い体、死体を入れます。で、鏡にします。はい、それで三途の川を渡って行きます。それなんで、こう、もうちょうどお盆も近いので、石をですね、2つか3つ、こう皆さん積んでます。積んで、先祖供養をしていってください。はい。先祖供養。いいですよ、いいですよ。これ足逆だな。天の川の岸辺を天井界で。なるほど。で、これをですね、牛虎の星の位置を表しているそうです。これは裏行場のおかめ石。これはおかめ石。おかめ石。裏行場のおかめ石。はい。触るな。踏むな。だってもらっているとこの後ろの岩、これ背負い岩って。背負い岩。で、この岩を人間が生まれながら持っていると体が横向きになるからね、背負うような格好になりますよね。で、これを人間が生まれながら持っていると言われている棒に例えまして、棒が深い人とか日頃の行い心がけ悪い人ですね。ここを通るとき背中がずっしり重くなったり、下手をすると押しつぶされると申しますので、ご自分の人生重いか軽いか確かめながら通ってください。渡辺さん、まあ少年はまだ軽いですね。はい、なんか体が重そうですよ。みたいで、もうちょっととんがってて、しがみつくような感じでこう飛んでたそうです。職業があって、でこうお飛びしています。で、縁の行者はさらにポーンと高く飛んで、あの正面の断崖絶壁あります。これが西の覗きに対して東の覗きです。これも昭和の初めぐらいまでは行われたみたいですけど、戦前はね。でもう危険なので今はやってません。ずっと足を、その通り。しっかり掴んでくよ。あ、そうそう、両手しっかり。上手です、上手です。そうです、はい、そうです。あ、スズメバチだ。まあ、東の覗きこっち側にでもあった、はい、わあ、東の覗き、上を覗くとなるとすごい。じゃあまた今の準備。じゃあね、これ蟻の戸あたりって、はい、ここ今から登ってきます。左足でまたいでここまで来ます。はい、どうぞ。そこまで行って、そこまで行って右、右、左、右、左です。左、はい、で、また右、左で揃えて、で、また右、左で、はい、そこです。はい、次、左、右、左です。もう一段、左、登って、右、はい、で、次の方。これ平等石と言いまして、はい、まあ、これが最後の行場です。で、まあ、文字通り最後にならないように気をつけてください。それで今からやりますよ。じゃあ見ててね、はい、やり終えるまで。こう来たらいいですね。岩と岩の間、これ左足を置きます。はい、で、まっすぐ右足、こう岩と岩の間、はい、で、平等石こう抱きかかえるように上がって、はい、左足をこの外側の平らなところ、はい、こう赤く塗ってあるんで、はい、そこへ置きます。で、はい、右手持ち替えて、はい、右足をさっきの飛び石と同じですね、中抜きして、はい、左足もちょっと前置きます。
で右足そのままで左足を角っこ、ちょっと平らなとこありますから、はい、でここでこう、まあ、振り向いて振り向いてここまで右足ですか。そうです。で左足、そうそうです、そうです、そうです、合ってます。で右足、はい、でそうです、そうです。で、落ち着け、ゆっくりゆっくり、あ、そうそう、ゆっくりゆっくり、そうそうそう、オッケー。で、角っこへ平らなとこあるんで、うん、右足だ。そうです。右足から左足、左です。で、まっすぐ右足です。ま、それでいけますよ。そうそう、はい、で、これちょっとこう、でっかかえるようにこの辺でも、この辺でも。で、左足をその外側の赤く塗って、赤いところに、赤いところまで、左足で、中抜きして、そうそう、はい、それでいい、はい、それで、角っこに平らなところがあるんで、はい、それで、はい、で、まあ、振り向いてください振り向きました無双でパパ、恐怖、恐怖、恐怖恐怖、恐怖、恐怖、はい、で、右、左、はい、上上がって、待ってください。で、抱っかかえるようになって、左足をその赤いところに置いて、はい、で、右足中抜きして、左足のちょっと前へ置いて、はい、はい、あ、右手この辺持ったりです。はい。それで回ってください。ここに、やって、はい、はい、はい、で、はい、見てください。はい、これで戻ってまいりました。いる。目を笑うと目が良くなる。ちょっとつけて。これとかあんまりないね。戻ってまいりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に裏行場を終わりまして、はい、どうでしたか。アブとか多くて怖かったです今でもブンブン飛んでるね。生まれ変わりました。はい、生まれ変わりました。あの、感謝する言葉は、うん、お母さん、いつもありがとうございます。生まれ変わった。これからお花畑、お隣さん、はい、あ、最高の景色でございます。お花畑、はい、無事に大見えさん修行終わりました。終わりました。六根症状懺悔懺悔、日頃の悔いを改めて登ってきました。まあ本当に女性に感謝ですね。本当ですね。ありがとうそう。身に染みて。今回裏行場もしまして、はい、まあ非常にこう命からがらというか。いや本当危険な行場でしたが、うん、無事にみんな生還しました。で、生まれ変わりましたんで。そうです。また明日から新たな大蔵元就で頑張ります。ファイト。安成。はい。生まれ変わった。はい。また新たな大蔵安成になってく。はい、ダラダラしてんじゃねえよおめえはよお前変わってねえじゃねえかお前。変わった、変わった、変わった。じゃあ安成君、はい、明日から頑張ってちょうだいアブから逃げんなよはい、無事寄贈院まで帰ってもらいました。どうですか。美味しいです。餃子弁当、お味噌汁。もう、すごい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ。左気をつけて、気をつけていこうって。左の方が危ない。そうですね。気をつけて。はい。
はい、失礼します。ありがとうございました。はい、いってらっしゃい。ここからは下山していきましょう。はい、ゆっくり一歩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 ね、気をつけて。はいはい、ここが表の行場の西ののぞきです。こちらが西ののぞきです。今日はお先達がいなのでのぞくことはできませんが、すごい景色ですね。ここが西ののぞきでございます。いい景色だね。絶景だね。また下界の方に戻っていきます。下りはさ、うん、体が重たいからさ止まんないね。早いね下り。下の茶屋まで来ました。おいしょ。さあ一本松茶屋まであと10分ですよ。もう一踏ん張り。はい、はい、一本松。よいしょ。まもなく下山です。並んで新海さん。はいはい、新海さん、ここ、いや、せーの。はい、はい、無事に戻ってまいりました。はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。無事にみんな下山できました。本当ですね、怪我もなく、大きな怪我もなく。なんと完成したのがこちらです。大峰修行、そうですね、寄贈院で今日の日付とあとは名前を入れていただきました。